はい、というわけで今回はですね、LDH ライブエクイプスポのですね、ちょっとその内容について話そうと思ったんですけども、グッズの方がですね、受注グッズの方が発表されたんで、そちらの方を今回ちょっと動画にさせていただきました。8月4日から8月18日までのですね、受注販売になります。LDH のですね、なんと全グループ、全メンバーのサポートユニフォーム、そしてタオルマフラーが発売となりました。うわ、これすごいですよね。本当にね、これよくわかってらっしゃるんですよね。さあ、それではユニフォームの方を見ていきましょうか。ユニフォームの方がですね、まあちょっと画像を後で上げておきます。まあこんな感じで、サッカーのユニフォームみたいに、この背番号を書いてあって、一人一人のね、ネームが振ってあるんですよね。こちらがですね、お値段7800円となっております。いやー、これねー、本当にね、これ結構欲しかった人絶対多いでしょ、本当に。この名前の入ったやつ。んで、これね、ちょっとね、写真ね、モデルさんが着てる写真があるんで、ちょっと見てみたんですけども、思ったよりもなんか光沢感があるなっていうふうにちょっと思いましたね。で、素材を見てみたら、ポリエステル 100% で、悪くはないんだけど、まあ、これ、私の意見で、個人的には、まあ、綿 100% の普通の T シャツ素材で良かったかなっていうふうにちょっと思いますね。ちょっと光沢感があったら逆にちょっとなんか、こう、ケバケバしてるっていうか、ちょっと派手で着にくいかなっていうふうにちょっと思ったんで、まあ、これは個人の意見なんですけども、まあ私的にはこう綿の普通の T シャツの方がいいかなっていうふうに思いましたね。まあポリエステル、まあ 100% で、まあサッカーのちょっとユニフォームに近いイメージにしたかったんだろうけど、まあちょっとそこのところ、まあちょっと、個人的にはちょっと好みではないかなっていうふうには思いました。でもデザインは可愛いですよね。本当に。そして、タオルマフラーの方も、出ております。こちらが2500円ですね。タオルマフラーの件に関しては、去年の JSB ランドのアフターパーティーで、メンバー別のタオルマフラーが出たんですよ。それのですね、私、小林直樹さんのですね、タオルマフラーが欲しかったんですけども、まあ、速攻で売り切れていて、買えなかったんですけども、これいいですね。ちゃんと、直樹って名前が書いてあって。それでこれね、LDH ライブエキスポに参加しなくても、このグッズね、買っといたら、年末のドームでも時にでも着れるんで、まあ、その時に着用するのに購入されてもおすすめかなっていう風に思いますね。まあ、ただお金はかかるけどね、結構ね、だってユニフォームで7800円でしょ。それでタオルマフラーで2500円で、それでまた送料かかっちゃうからね。まあ、結構お金はかかっちゃうけども、まあ、全力でライブを楽しむのには、まあ、いいんじゃないんでしょうか。まあ、ちょっと私はちょっと、今、チケットの方に、全力を注いでるんで、今回このグッズに購入に関してはちょっとパスかなって思うんですけども、まあ、ぜひこれを着て、まあ、年末のドーム来たい方、それでちょっとね、推しメンのアピールをしたい方にはおすすめかなと思って今回紹介させていただきました。いやー、運営さんね、ちょっと我々のこと本当によく分かってらっしゃるなっていうふうにちょっと思いますね。てか最近ちょっとさ、運営のなんかこう、集金、ちょっと結構やばいよね。本当に立て続けにこう、ライブのさ、発表があったりとかさ、グッズがあったりとかさ、アップグレードの件もあったりとかさ、本当にこれ以上また何か発表されたらお金マジで持たないなと思うんですけども、まあ、皆さん、まあ、お金はね、まあ、無理のない範囲で、まあ、ちょっと使っていただいて、楽しいね、まあ、推し生活していただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは今日はこの辺りで終わりたいなっていうふうに思います。